国立コンピューティング博物館は、イギリスにある歴史的なコンピュータの収集と復元に特化した博物館である。バッキンガムシャー州ミルトン・キーンズのブレッチリー・パークにある賃貸施設にて2007年に開設された。博物館が入っている建物、ブロック H は世界初の専用のコンピュータセンターであり、第二次世界大戦の終わりには、 暗号解読機コロッサスが6台設置されていた。博物館には、かつてここで使われていたマークにコロッサスコンピュータを再構築したものが、ブレッチリーパークで行われた最も複雑な暗号解読活動の展示や、1940年代から現在までのコンピューティングの発展の歴史を表す装置の例とともに公開されている。博物館には、 展示品の機能を可能な限り復旧させるという方針がある。国立コンピューティング博物館はブレッチリーパークの構内にあるが、運営は独自の資金調達と個別の入場、発見を行う完全に独立したボランティア組織により行われている。トゥンモックは公的資金を受け取っておらず、寄付に依存している。トニーセールが率いるチームは、 ブレッチリーパークでコロッサスマーク2を再構築した。この写真は2006年に完成した装置で暗号化されたメッセージの解読を行うのを監督しているセール。博物館にはトニーセール率いるボランティアチームによって1993年から2008年にかけて再構築された完全動作するコロッサスマーク2など有名な初期のコンピュータが多く展示されている。 コロッサスは第二次世界大戦中に敵の暗号を解読するのに使われた装置である。2018年からはエニグマの解読に使われたボンブも博物館で展示されている。博物館には世界最古のデジタルコンピュータのほか、マルコーニ TAC、エリオット803.905などの1960年代の装置、1980年代の ICL2900、 メインフレーム、1960年代の IBM 1130、アナログ計算機、および実際に操作することのできる、レトルコンピューティングに関する展示がある。また、ロンドン近郊にあった、ロンドンターミナルコントロールセンターの PDP-8、PDP-11 ベースの航空交通管制システムなどの修復プロジェクトも行っている。その他の展示には、機械式、 電子式の計算機、計算尺の歴史、クレイスーパーコンピュータ、パーソナルコンピュータのギャラリーがある。ケンブリッジ大学にあったエドサックコンピュータの再構築の様子も見ることができる。また、様々な時代のテレビゲーム機が展示され、実際に操作することもできる。開館時間は午前10時30分から午後5時までである。開館日は週6日で、ほとんどの学校、 銀行休業日は開館している。火曜日、水曜日の午後2時と木曜日の午前10時30分にはガイド付きツアーがある。トゥンモックは個人や企業からの寄付と入場料のみで運営されている。資金調達は継続しており、支援者にはブレッチリーパークキャピタルパートナーズ、富士通、グーグルイギリス、クリエイトンライン、セロビジョン、インサイトソフトウェア、PGP コーポレーション、 IBM, NPL, HP 研究所英国コンピュータ協会ブラックマーブルハートフォードシャー大学計算機科学部などがある。博物館は2018年3月にクラウドファンディングによりボンブの新しい展示室を建設するための資金を集めた。このキャンペーンではクラウドファンディングを通じて4万3千ポンド以上、直接寄付により2万ポンドを集めた。 博物館は登録された事前団体である Calls and Sci-Hards Heritage Trust によって管理されており、従業員とボランティアのスタッフが所属している。国立コンピューティング博物館は運営上の名称である。ありがとうございます。